チャオ、あっちゃんです。量を繰り出して、で、ちょっとね、具合悪くて、眠くってね、寝てたね。で、やったみたい。首がおかしい。だから朝からおかしかったんけどね、ちょっと痛いなのが、結構痛い。時々やんね、なんていうの寝違いっていうの。で、痛い。で、日間もね、昼帰ってくるからお弁当作っとこうかなと思ってね、お弁当いっぱい作ったから、最後のお弁当のおかずいっぱい作ってあるから入れとこうかなと思って作っていきます。ご飯は入れてきてんけどね、こんな感じね。こんな感じね、ちょっとこのきんぴらをね、ちょろちょろっと散らして。まずね、きんぴらを。で、ご飯はもうこれでよしと。で、冷めとんねんけどね。パリのお弁当あれやからね。あれやから。あれです。はい。あれだからね。あれいらんじゃん。冷えてるかじゃあ、保温じゃないから、冷やして入れようかなと。大きいかな、これ入れも。どうしよっかな。と、あっちょ。よいしょ。この湯も大きいかな。大きいな。ちょっとちっちゃくしよう。気分ね。うわ、もう固まってるよ。だいぶ時間経ったからね。まあ、お弁当やしね。いいです、いいです。はい、ね、こう、豚さんって油が。味は美味しい。お弁当にはどうしてもね、こうなっちゃう。味めちゃくちゃ美味しい。あ、そっか、バターやから余計固まるんや。冷え弁当にはバターを使っちゃダメっていうことやね。よいしょ。だからね、もうちょっとしたら、まだ帰ってきゃいんか。まだ帰ってきゃいんな。こんな感じでね、食べた。で、これをね、よいしょ。
よいしょ。結構ね、うちの子好きやね。冷めるとね、違う感じがね。中のチーズは固まらへんな、これ。よいしょ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 。これでね、完成。これでね、お昼ね、一緒にご飯を食べましょう。別にね、外行くとかじゃなくて、こんな感じね。で、これを、昔寮が使ってた。上の蓋ね、割れちゃったのよ。なんか足が入らへんから。ちょうどええタイミングでね。ちゃんとミカのお弁当完成です。もう箸自分の箸でいこうか。ということでね、軽くね、二人分のお弁当を作っておきました。はい。ね、ちょっとね、最近ハマってんのね、今ちょっと空腹時にね、ソーレンもやねんけどね、ちょっとね、重曹水が体にいいことで、重曹をね、重曹を小さじの半分。ね、これが小さじ半分やね。小さじ半分、2.5 やけど、これを、グラスに入れて、でね、クエン酸あったらクエン酸入れてもいいんだけど、クエン酸がね、あるはずやねん。どこ置いたか片付けてわからないと思ってさ。クエン酸があったらこれにクエン酸入れて、蜂蜜入れると飲みやすいねんけどもね。っていう噂っていうからしいねんけどね。あ、ちょっとあっちゃうね。これね、重曹に、クエン酸の代わりに、リンゴ酢。リンゴ酢をちょっと入れてね、リンゴ酢をバーって泡立つでしょ。でこれをね、混ぜてね、で水をね、じゃあ蜂蜜入れへんね、もうリンゴ酢の甘みだけでいいんだけどね。クエン酸探しとこ、こうするとね、すごく飲みやすいらしいね。じゃあクエン酸と蜂蜜入れて、あっちゃんはリンゴ酢いきます。ああ、飲みやすい。うん。これがね、今ね、最近ちょっとツイッターとかで話題になっててね。1日 5g まで、重曹がね。だから小さじ
半分やから1日2回。これが、がん予防の、がん予防とか、虫歯予防とかね、なんかそんなんのいいドリンクらしい。まずい、何せ、苦い、重曹はね。でも重曹すごい体にいいらしくてね、ちょっとこれからもこんなもん飲んでみこうかな。ということで、今日もお弁当ね、軽く作ったお弁当を詰めて、で、重曹を飲んでみました。はい。では、またね、バイバイ。重曹もね、これからちょっとだけ続けてみます。はい、では、またね、バイバイ。